本当はもうみんな働かなくていいというテーマで今現在立派な仕事をしている人は対象外になります目覚め人だけが心底理解できるお話になるかなと思います人間は衣食住の維持が無理なくできれば幸せです衣食住のために大半の人が長時間労働をしていますが 戦後から1日8時間の週40時間労働の制度はずっと変わらずです。一体何のために機械化が行われたんでしょうか少ない労働力で効率よく大量生産を実現して安定した供給を生み出すためですね。もうそれは実現しました。今は頑張って火を起こす必要もありません。水が 蛇口をひねるだけで出てきます夏も冬も部屋を快適な温度にできます洗濯は自動で行ってくれる天然の冷蔵庫である洞窟がなくても長期保存ができますそれらが実現しました、ね、水道の整備がないところは毎朝水汲みをしていました、ね、井戸水とか山の水 あと洗濯もも大変なもんでしたよそういった日々の大変だった日課をこなす必要がもうないんですよ生まれた時からなのになんでみんながっつり働いてるんでしょういまだに一体何の仕事してるんですかねそのサービスは競合他社がすでにたくさんあって同じ商売を何社も何社も やる必要ありますかねぶっちゃけ大企業の製品だけで世の中は回ると思います。中小企業のエッジの効いた商品は別に必要ありません。ただただ金のために無理やり自社商品を作って大企業に広告費を貢いで宣伝して売る。別に世の中に必要性のないものを売っとるだけなんですね。 一部の仕事好きの人が働いて、そういった生産者とか販売者は多少いい生活を送ればいいと思います。で、仕事をする必要のない人は、介護とか街のゴミ拾いなど、このボランティア活動を多少義務付ける代わりに、ベーシックインカム的なシステムで毎月に十0万円くらい政府が支給すればいいじゃないの。今現在ね、 コロナ茶番、弱者切り捨てのための緊縮財政、税金上げまくり、たかがウクライナ一国の食物が、なんか流通不能になるだけで食料危機とか言ってね、むちゃくちゃなストーリーで中小企業とか一般庶民に追い込みをかけようとしています。でテレビに出てる専門家の発言が低レベルすぎて明らかに異常ですからね。 世界中の政府が意図的にコントロールされているという見方が濃厚ですよね。一部の DS 支配層らが、ね、サイコパスのやべえ人格ですから、そいつらがね、純粋に世界征服を望んでいて、全人類をコントロールしたくて、したくてたまらない。 人をコントロールして偉そうにふんぞり帰りたい。マウントを取りたい。全人類に対して。そして民から神のように崇められたい。ね、そんなとんでもない利己主義の奴らのせいでね、79億人が多大な迷惑を被っとるわけです。じゃあ、サイコパスをもう一掃すれば済む話ではないか。 昔から貴族狩りっていうのもねありましたいやいやいやとサイコパスなんて決しても決しても必ず現れて秩序を乱すんですよだから、まあ、圧倒的な権力を持つ中央集権は必須です法を作って軍隊と警察を編成して秩序を保たないと野蛮な者たちが制する暴力の世界になることがね 容易に想像がつきます、まあ、しかし残念ながら中央集権を担うのは相手を蹴落としてでも上に立とうとする冷酷なアスペルガーサイコパス野郎たちなんですよね。うん、統治はね非常に奥が深いので難しいことはよく分かりませんがどうでもいい教育を,教育を受けさせて民に重い税金を課して政権のやりくりが大変 っていう、ね、状況に常にしておけば政治に関心を持ちにくいので謀反が起きないさらに民を砂糖漬けにしてヘナヘナにしておけば盤石です政権のやりくりが大変だという状況にしておけば謀反が起きない反乱が起きないそれだけの目的のために我々庶民はしなくてもいい仕事をたくさんさせられているんじゃないのかな 何を言っとるんだ君は。労働は義務だってね、言う人多いですけど、うん。戦争でね、日本中が日の海だったと言いますから、ね、復興のために労働が必要だったでしょう。機械化の前は農業をしないと食っていけませんから、労働を絶対的にしなくてはいけませんでした。だから労働を義務化することは必然でしたね。はい、わかります。で、今、 随分時代が変わりました今も労働は義務だっていうのはそれ永遠に続けるべき思想なんですかね考えてみてください固定概念は時代によってアップデートしてくださいね先祖の方々は未来のために尽力されました親心っていうのは子供に楽をさせてあげたいそういう願望を持つ人が多いですよね おかげさまで随分楽になりましたよ。本当に大正時代、昭和時代のご先祖様にはもう頭が上がりません。道路、線路、橋、トンネル、命がけで作ってくださいました。おかげさまでもうやるべき仕事がほとんどなくなりましたよ。しかしね、今の時代の我々もね、人は人のために尽力することが一番幸せを感じる生き物なんですね。 人の役に立っている。人に必要とされているという実感がある人とない人では、もう自己肯定感が全く違いますからね。だから金のためなんかじゃなくて、ボランティアで人のためになることをしたい。ね、正真正銘の真心。金なんかも配ればいいじゃん。食べ物も衣服も,もう大量生産できるんだから、どれだけでも。 で、その中でも贅沢したい人は仕事をし続ければいいじゃない。ね、贅沢し,し,したい、そんなしょうもない願望よりも、社会貢献を望む人は、ね、ボランティアで、街、ね、のゴミ拾いとか介護とかね、そういう方にね、やりがいを感じる人はいっぱいいると思いますよ。今、もう必要のない仕事をしている多くの方は、 もう無駄骨でしかないんですっては。本当に。みんなと同じ仕事ばっかりして、サービス価格を下げて下げて、自分たちの首を絞め続けて、ね、自滅行為ですよ。もうさすがに後がありませんよ。1000円カットもあるし、ね、100円ショップ、ダイソー、いろんな商品売ってますよ、もうすでに。ハサミが100円ですよ。 昔もっと高かったんじゃないハサミなんてのは。文房具屋で買うと。安いねーもうやる気出ませんよ。もうあこまで安くされたら。大企業にそこまでやられたら。だからね。もう日本は政府が通貨発行権を持ってるんでしょじゃあ配ればいいじゃん。適切に。適度に配ればいいじゃん。贅沢できない程度にね。うん。 まあ贅沢なんかしても身を滅ぼすだけなんで、たくさんいりませんよ。最低限の生活でいいです。スマホ一つあれば十分楽しいんですから。あとは社会貢献できれば十分。本当に必要性のある奉仕活動だけをしたいんですよ。以上。こういう考え方もある。この考え方がこの先ね、 当たり前になっていくんじゃないかなと思いますよ。人類がまともな知的生命体であればね、労働は義務だ、納税は義務だ。この馬鹿の一つ覚えみたいにね、未だに昔の発想の人っていうのは、時代は進化していないと思ってるんでしょうかね。進化してないのはあなたのその凝り固まった硬い頭でしょうか 思考の柔軟性についてね、ちょっと研究してみてください。本当にもう。何のためにご先祖様たちはね、頑張ったのよ。どうして癌が,が増えてるのうつが増えてるのいまだに無理をして消耗し続けてるからでしょ自分のやってる仕事にやりがいを感じないから一生懸命になれないんでしょでも無理やりしないと生活できないから病気になっとるんでしょ、まあ、食べ物の問題も大きいんですけど、 技術の発展をしてもしても仕事が減らないっていうのがおかしいんですよ。ぜひ古い価値観の人は考えてみてほしいんです。今日僕が話したこと以上です。